ベリタスは GM が製造、GM ダイブ,ブランドで販売していた自動車である。2008年9月4日、それまで発売していた GM ダイブ、ステイツマンの後継車種として登場。ベリタスもステイツマン同様にホールデンステイツマンの OEM 版となる。グレードはデラックス、プレミアム、ラックスリーの3種。コモドアの FR ゼータプラットフォームをベースとしたシャーシに、 252PS を発生するホール電製の V 型6気筒3.6リットルエンジンを搭載。マニュアルモード付きの5足 AT と組み合わせることで、スムースかつジェントルな走りを実現している。2009年にはエンジンが V 型6気筒3.6リットルのまま 277PS の DOHC の直噴ユニットに差し替えられ、トランスミッションも6足 AT に変更された。 なおこれらは、キャデラック CTS と同一のユニットである。装備にヒーター付きの本比較シートをはじめとして、LED を採用したサイドターンランプやテールランプ、ディスチャージヘッドランプ、米国、坊主と共同開発したエンターテイメントオーディオシステム、クルーズコントロール、後席からもコントロール可能なフルオートエアコン、18インチアルミホイールなどを採用している。 また安全装備に関しても、イブド付け ABS をはじめとして、両席エアバッグ、サイドエアバッグ、カーテンシールドエアバッグ、TCS、エヴァ、クリアランスソナーを採用している。2010年8月、アルフェオンの登場と入れ替わりに販売終了。ベリタスは、ラテン語で、真実を意味する。英語だと、トゥルースであり、それを強調するためカタログ等で、 パワーオブトゥルースというフレーズを用いている。ありがとうございます。